皆さんこんにちは、岸です。前回、タイガーモス号、ついに完成しました。そしてですね、こちら、ちょっと前に作った、トランスフォーマーたち、金色の一等兵、赤黒の二等兵、まあ仮名なんですけれども、ちょっとこいつら名前募集しているんで、どなたか、いい名前あったらちょっと提案していただきたいんですけれども、まあ前々回見ていただいた方はわかると思うんですけれども、こいつら特徴がありまして、タイヤついてるでしょってことはなんですよ。二等兵、トランスフォームこのように車両モード、ロボモードがあってですね、変形することができるという設定です。これで遊んでいきたいんですよね、いろいろ。で、こいつらはね、一応、まあ、同じ GSO 車でね、なんというか、バディを組んでるという設定でね、もう一回トランスフォームしようか。二等兵、トランスフォームなんか、ワンタッチで切り替えられたら面白いんだけどな。運営さん、よろしくお願いします。でね、大した武装はついてないんでね、かといって。遊んでいきたいっつってもね、まあいろいろね、考えなきゃいけないところはいっぱいあるんですけれども、まあこいつ二等兵はこんな感じですね。続きまして、一等兵。一等兵トランスフォームシャキンこいつはちょっと、戦車タイプかな戦車っぽいやつ。で、二等兵に比べるとね、だいぶね、武装がしょぼいんですけれども、あ、なんかちょっと細かいところでミスがあるな。武装はちょっとしょぼいんだけれども、でも気に入ってますね。可愛いんで。トランスフォームシャキンいいよね、これ。ブロックがこう、組み直される感じがあるから、このね、エフェクトがあるからこそやろうと思ったんですけれどもね。何気にさ、秀逸ですよね、これ。他のゲームでもあったりするのかな、こういう表現は。なんかトランスフォーマーっぽいなーと思って。敵のトランスフォーマーが結構こんな感じじゃないですか。おかえりー。ただいまー。今日は何がやりたいかっていうとですね、合体するトランスフォーマーを作りたいんですよ。こいつら変形もするけど合体もするっていうのにね、ちょっとね、バディなんでね。なのでちょっと色もね、まあ黒で一応見た目的にもね、おかしくない組み合わせで作ろうと思ってね。まあ黒ベースで差し色で赤、金でね、それぞれ入れてるという感じですね。で、トランスフォーマーでもね、合体するやついるんですよ。デバステーターっていうね、敵なんだけれども、重機が合体するんですよね。あれ超かっこいいよね。なのでね、ちょっと重機もね、作っていきたいんですよ、これから。ジオコープ車でね。ジオコープ、全然まだ作ってないんで、ジオコープかっこいいパーツ多いもんな。よし。まあ、今日はね、この2体をね、合体させていこうと思いますんで。よし。じゃあ、合体させよう。まずは、こいつらをバラバラにするところから始まる。この2体をバラバラにします。はい。というわけで、このパーツを使って、1体のロボを作ればいいということですね。どんな感じにしていこうかな。まず顔の、どっちの顔を使うかっていうところでね。それかだよ。AI ユニットと組み合わせて顔っぽくできないかな。それができたら非常に嬉しい。やっぱどっちかの顔がいいかな。どっちの顔にするかでね、ちょっとね、揉めますね、これ。ちょっと大きめに作る必要があるね。どんな感じにしようかな。リペアブロック。で、タイヤね。やっぱ反対の方がいいな。また反対にやらないとダメか、これ。おっと。やっぱタイヤはこの位置につけるのがいいですね。これね。これが結構ね、クセモなんですよね。こいつがなぁ。なんとかね、肩につけたいんですよね。悩ましいなぁ。あ、下半身金、上半身赤みたいな感じでもいいね。そうしよう。下半身赤メイン。足長おじさんになっちゃうな。それっぽいとこに、ちょっととりあえずつけとこうか。うわーお！後ろが重い。結構余るな。足をちょっとごつくしようか。合体ロボみたいなね、本当に。これさ、あっちの方がかっこいいよね。こっちの方がね、好き。他にもデザイン変わるパーツがあったらね、これ。もうなんかそれっぽくなってきた。これもさ、白にしたらかっこよくなんないかな。機体。あ、なんないんだね。なってほしかったな、なんか。違うのに。うんうん。大体いいんじゃないかな。あとは小物か。完成しました。合体しました。何にする？少佐？一等兵二等兵合体して少佐？少佐はいきなり偉くなりすぎか。ちょっと階級わかんないんだけど。合体しました。飛べないね、相変わらず。相変わらず飛べない。重くて。攻撃するとこんな感じですね。車両も合体させた方がいい？車両はいいか。というわけでですね、もうネタですね。これも完全に。完全にネタ機ですね。戦えないし。こいつは何に使おうか。完全にネタ機だよな、もう。というわけでですね、この両端にいる2体の1等兵2等兵を合体させて、こいつも名前決まってないんだけど、こいつを作りました。2体分あるんでね、やっぱり一回り大きいイメージですね。結構こいつ赤の方でかいな、こうやって見ると。なんかあれだね、超合金のなんかロボット感出てるよね。なんか色が複数あるから。ちょっとね、こいつらを輸送する、輸送戦艦、もしくは輸送トレーラーみたいなのを作れたらいいですね。って今ちょっと思いましたね。まあネタが無限に出てくるわ。やりたいことが多すぎる。まだね、GSO いろんな色あるんで、せっかくなんでね、それでちょっと作ってみたいですよね、いろいろ。こいつの色ちょっと変えてみようか。救急車が変形してこいつになるみたいなのも面白いな。なるほどね。赤白ね。これは前からあったんだね。赤黄色。パトカー。パトカーもいいかもしんないな。なるほど。想像力がかき立てられますね、いろいろ。ちょっと各社、基本ブロックですね。並べてみました。こうやって見ると結構いろんな色ありますね。まだね、スペシャルブロックがあるんだけど、こんだけあったら、いろいろできそうですね。今回のダウンロードコンテンツ、おすすめでございます。はい、というわけで今日はですね、こちら。合体ロボを作っていきました。今回の動画面白いと思ってくださった方は高評価、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたねー。